痩せやすい体を作る股関節周辺をほぐす動きを今日はご紹介していきます。寒い季節がやってきてですね、だいぶ足先手先冷えてる方多いんじゃないかなと思います。股関節が固まっている状態が続いていると、非常に太い血管が通っている足の付け根周辺の筋肉が固まっているということなんですね。そうなると全身の代謝が下がって痩せにくい体の中の仕組みになってしまうんです。というわけで今日は目安としては、長座で座った時に骨盤が立たないような方は足の付け根周辺の筋肉が非常に固まっている場合が多いんですね。なので骨盤を立たせて座ることを目標にした非常に簡単な動きをいくつか紹介していきます。体が硬くて諦めている皆さんにこそ見てほしい動画になっています。ぜひぜひ今すぐ一緒にチャレンジしてみてください。それでは早速始めましょう。ではまずは今皆さんがどんな状態なのか、実際に長座の姿勢をとって見てみましょう。両足を前に伸ばしていただいた状態で、まずは手を使わずに骨盤を床と垂直に立てられますでしょうか。鏡やガラス見ながら自分の横からの姿見てみてください。もうそもそもお尻が後ろに丸まりますよっていう方、次のステップです。手、体の後ろについて手で床を押せば腰立ちますかね。そういう方は柔軟性はあるけれども筋力不足の場合が多いです。押しても立たないよという方は柔軟性も筋力も不足している可能性があります。この後一緒にチャレンジしていきましょう。では早速30秒いきましょう。用意スタートです。でこれ膝頭浮いても大丈夫なので、腰の後ろだったりお尻が床から離れないように床の方にぐーっと押し込んでいきましょう。そこからゆっくりと膝の先端を床の方に近づけていくと前ももの伸び感が強くなります。深く息を吐いてリラックスです。残り5秒。はい、では一度体を起こして足反対に入れ替えましょう。反対側の足を後ろに曲げて体を後ろに倒す、スタートです。もし余裕が出てきたら、さらに上半身を床にだらーっと仰向けに寝かせてもらっても大丈夫です。ただもう一回注意して、お尻か腰のあたり浮いてないですかね。しっかりと床に沈めてから膝頭をぐーっと下ろしていく。自分の体の状態に合わせてステップ選んでみましょう。いてて。はい、ではゆっくりと起き上がります。今度は両足を外側に曲げた、いわゆる女の子座りになってみます。これね、股関節周辺が硬い方結構痛い人多いので、手で体を支えながらまずはお尻が降りるところまで下ろしてみてください。この状態からさらに動いていきます。最初は両手を体の前につけて、ゆっくりとお尻を前に移動させていく。そして吐きながらお尻を床に沈める。これを繰り返していきます。それではいきますよ。スタート。ゆっくりとお尻を床にぐーっと沈める。吸いながら前に移動。足の付け根の動きを意識してみましょう。前に移動するとき少しだけ足の付け根を前に押し出すようにして、反対に後ろに引くときは付け根を引き込むようにしていきます。股関節の動きを滑らかにする、呼吸に合わせて動きましょう。はい、では今度はさらに太ももを中心でできるだけ近づけて、両手を腰に当てて、ゆっくりとお尻を上げて腰を前に押し出す。吐きながらお尻を下ろす。繰り返していきます。腰立ったままの状態でいきますね。ゆっくりと腰を上げて足の付け根を押し出す。下に沈む。繰り返してみましょう。体が少しずつポカポカしてくる動きです。お尻床に下ろすときにドスンといかないようにバランス取りながら付け根前、吐きながら付け根を後ろに引く、吸
吸って前、吐いて後ろ、ラスト1回にしましょう。はい、終了です。下に降りたら今度は両膝を立てて体育座りになります。足の幅を腰幅以上に開いてもらって、両手を体の横か後ろにつき、この時も腰が寝ないように手で床を押して腰を立てていきましょう。この状態で膝を横に倒します。お尻が床から離れないようにね、お尻床につけたまま倒れる範囲で大丈夫です。で、片側に倒した時に両方の膝が90度ずつになっているかを確認してください。はい、このまま30秒間キープをします。用意スタートです。片方の足は膝を内側に倒している、外ももをストレッチしている状態、もう片方の足は内ももをストレッチしている状態です。余裕があったらね、片手でどちらの足も軽く押してあげてもいいですね。で、押すときは息を吐くこと、押したときにお尻が浮いてきたり姿勢変になるんだったら押さなくて大丈夫。 OK です。ではゆっくりと中心に戻って、今度反対側にふーっと倒していきましょう。体の状態よく見てね、お尻浮いてないですか？そのまま呼吸です。特にね、内側に倒してる、外側のストレッチしてる方の足が辛い人多いかもしれない、優しくね、外もも撫でるようにしても OK ですよ。呼吸止まってないですかね？大丈夫かな？背筋をもう一度伸ばして大きく息吸って、ラスト一呼吸です。深く吐きます。はい、ではこのまま少しだけ膝を左右にグリングリンと倒していきましょう。今ね、よくほぐした足元を動かしていきます。はい、頑張りました。では動きを止めて、あと少しですからね、次は足の裏同士を合わせた合席の形になります。両手でつま先を包み込んで、少しだけ自分の方にかかとをキュッと寄せて、でこの時点でも腰立ちますかね？そう、骨盤立ちますか？後ろにゴロンと寝ちゃうよっていう方は、かかとの位置を少し前にずらして、手を体の後ろについて腰を立たせる意識を持つとこから始めてみましょう。このままでも大丈夫なので、膝を上下にパタパタと動かすのを30秒間行います。ではスタートです。後ろについたままでもいいし、腰が立つよっていう人は自分の方に引き寄せて動かしてもいい。背中が丸くなってしまうと、せっかくほぐしたいところ、緩めたいところの効果が半減してしまうので、骨盤を立たせて背筋も伸ばしておきます。少しだけね、胸を前に押し出すようにして、足の付け根を動かしていることを感じてみましょう。はい、頑張りました。では動きを止めて、最後一つは両足を開きます。これね、開く範囲で大丈夫ですよ。これも全てと一緒です。で、体の後ろについて腰を立たせる。で、両方の足を開くことが難しかったら、片足曲げた状態でも大丈夫。伸ばしている方の足、太ももの上に手を添えて、手で足をグリングリンと動かしていきます。これ最後片方ずつ30秒行いましょう。では始めます。これは足の力ではなくて、手の力で揺らしていくことがポイントになっています。意外とね、内側外側全然動かない方向があるかもしれないので、ご自身の足の動き方、付け根の癖ですね、見つめてみてください。手で揺らす位置を少しずつ変えることで、太もものマッサージになりますので、お風呂上がりにもおすすめです。はい、では動きを止めて、反対の足も同じようにやっていきましょう。両足開いた状態でもいいし、片足曲げた状態でも OK です。スタートです。あと少しですからね。これは夜お風呂から上がった後、寝る前にやっていただくと、下半身全体の血流も良くなって、すごく足元がポカポカします。末端冷え性の方にもおすすめなので、
冬の寒い夜にぜひぜひやってみてください。残り5秒です。はい、終わりです。今日の動きは以上になります。では一度皆さんそのまま両足を前に伸ばして骨盤の立ちやすさ見てみてください。両手体の後ろについてもいいし、そうじゃなくてもいいし、自分で維持しやすい足の付け根をぎゅーっと縮めて背筋を伸ばしてられるかっていうのを注目してみましょう。はい、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうかね。ビフォーとアフターで少しだけでも感覚に違いが出ていたら嬉しいです。今日の動画はですね、本当の本当に運動不足だったり、そもそも腰を立たせる感覚がわからない人に向けた超初級ステップという形になってます。私今までに開脚をするための動画だったりとか、股関節腸腰筋というインナーのマッスルにねアプローチをした動画みたいなものも出しているので、もし今日の動画が超余裕だったぜと思った方はそういった動画に派生してぜひいろんなチャレンジをしてみてください。この冬この動画で足の付け根周りをほぐして全身ポカポカな痩せやすい体質作っていきましょう。今日の動画続けるよって言ってくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知もねオンにしていただいて次回の運動も一緒にしていきましょう。コメント欄にてリクエストもお待ちしております。それでは今日もお疲れ様でした。Thank you.